オスナ、15億、長期離脱へ。この日もロベルト、オスナ投手、29、の姿はどこにもなかった。下半身のコンディション不良で今月5日に出場選手登録を抹消。最短10日での戦列復帰を目指していたが、現時点で投球再開のめどが立っていないのが現状だ。不在期間が長期化するのは決定的。オスナ自身が戦列を離れる際に、10日で戻ると力強く語っていただけに、それが叶わなかった精神的ダメージも懸念されることの深刻さが日に日に増しているのは確かだ。あれだけデブったらな。まあ40億確定したら投げたくないわな。何もしてないのに壊れた。最終年だけちょっと頑張ってまた40億ゲットやろな。投げたら投げたで打たれるしな。完全に不良再建。南米系の外国人選手は長期契約すると一気にデブるよな。お金で買えないものがロッテにはあったのにね。優勝まで強奪されるかの不人気5球団はどういう気持ちなんだろうな。働いても働かなくてもお金もらえるならそれ働かない。別に良いよ。戻ってこなくて二重セーブしてるけど内容最悪だし。斉藤和美や松坂さんなどの黒リハビラーを保有していたソフトバンクさんなのでこんなのへっちゃら。ご視聴ありがとうございました。